スカイラインマイナス制服マイナスは2010年のアメリカ合衆国の SF 映画。監督はストラウス兄弟、出演はエリック・バルフォーとスコッティ・トンプソンなど。突如、世界各地に襲来した地球外生命体の攻撃をロサンゼルスに訪れていた民間人の視点で描く SF 映画。地球全土が異星人に襲来されているという状況でありながら、 序盤と終盤のわずかな時間を除いて一つの高層マンション敷地内で物語が終始展開されるという特殊な作風である。また、現実の軍事作戦でドローンが積極活用されている21世紀の軍事情勢を反映して攻撃能力を備えたドローンが異星人への攻撃に投入されるシーンがある。 制作費1000万ドルに対し、アメリカ国内工業が2139万3620ドルと、大ヒット作になった。親友、テリーの誕生日パーティーに参加するためロサンゼルスに、来ていたジャロッドとエレイン。パーティーの会場である、高層マンションのペントハウスで楽しい人用を明かす、一同であったが、早朝に、仲間の一人例が青白い光の中に、 吸い込まれるという異常事態に出くわす。ジャロッドも光に吸い込まれかけるが、エレインのおかげで窮地を脱する。空が明るくなると、窓の外には巨大な未確認に飛行物体が大量に飛来し、地上から人間を次々と吸い上げていく光景が広がっていた。ジャロッドらはマンションの中で状況を把握しようとする。こうして、エイリアンによる、 地球征服の3日間が始まるのであった。カッコ内は日本語を吹き替え2010年8月、ソニーピクチャーズエンタテインメントが本作を監督した、ストラウス兄弟に対する法的措置を検討していると報じられた。ソニーピクチャーズは、ハイドラックスに、世界侵略、ロサンゼルス決戦の VFX 制作資金を支払ったが、ハイドラックスは、兄弟が監督し、 世界侵略より先に公開された同じくロサンゼルスを舞台にエイリアンによる地球侵略を描いた本作の存在をソニーピクチャーズに一切知らせていなかったそのため内容の告示する本作品に対してソニーピクチャーズが資金負担をしている世界侵略ロサンゼルス決戦の制作過程で生じた VFX の盗用や 撮影資源の流用が行われているのではないかという疑念を持たれたものである。これに対し、ストラウス兄弟の広報は、我々が不当だとする主張はすべて根拠のないものだ。スカイラインの公開日は監督の意思にかかわらず、ユニバーサルとレラティビティが以前から決めていたもので、これは、 組織に属さない制作者に公開を延期させようとするソニーの明らかに不当な試みであると答えている。2011年3月17日ソニーは世界侵略ロサンゼルス決戦に使用された VFX はスカイラインでは使用されていないとしストラウス兄弟に対する法的処置を取り下げることを表明した。2017年12月15日にスカイライン マイナス奪還マイナスが公開された。日本では2018年10月13日に公開。さらに、2020年には完結編となる、スカイライン、マイナス逆襲マイナスが制作された。日本では2021年2月26日に公開。ありがとうございます。